どうも、タビアンです。 PC エンジンミニでネクタイス、今日も楽しく遊びたいと思います。さあ皆さん、マップ8始まりました。行きましょう。もう前回紹介したのでね、行きたいと思います。ポイントはこの工場をね、奪い取ることですね。さあどうするか。敵のハンターが2体いますけど、私の取る作戦は、まあ一ターン目はね、このハンターをおびき寄せるっていうか、待機戦略でいくかな。うん。でジャビーはまあおとりでもしょうがない感じで、ここね、上を通らせたくないので、ここかな、微妙にこの位置に防衛ライン引こうか。いや、もうちょっと下がった方がいいかな。これぐらいかな。なのでここ、あえてここに配置しようか。ここで、ジャビー。ジャビーもここ。ここかな。これでここの北側からは通れなくなるので、ハンターがね。で、ペリカンなんですけど、そうだね、もう一個ペリカンがあるから、モノケロスはちょっと対地攻撃でしょ。まずムンクスを運びたいと思います。ムンクスを運ぶ。でここは安全ということで、この辺まで行きます。次にここに降ろすのが目的ね。で次出撃するのは、まあ戦闘機だよね。ファルコ、ファルコを優先。上かな。でもう一丁戦闘機があるよね。ジャビー、出し惜しみはしない。ジャビー行く。そしてペリカンかな。ペリカンに、まあ長距離砲よりもちょっと戦力が足りないから、グリズリーとか乗せた方がいいのかな。距離をね、射程6、まあ対空の戦闘機を倒した頃にでもいいかもな。あ、これファルコもいるんだよね。南側からも来るからな、これ。ここのラインで、これ迂闊に前には行けないんだよね。もうこの南から北に行くコースはもう諦めて、ここで防衛ラインを引きたいと思います。ちょっと下がり目の防衛ライン。なのでホークアイ下がる。ホークアイ下がって、シーカーを、まあどうしようかな。シーカーよりもパイソンをここにした方がいいかな。でシーカーをここに並べる。ここでいいかな。地形効果ある方が。こうするか。まあパイソンがおとりになってやられてもしょうがないしね。ナスホルムは北に。はい。でバイクもこれ以上は前にはいけないよね。ムンクスもね、まあ、ムンクス狙ってきてくれても全然いいけどね。ここおとりになるか、このムンクスは。でバイク便、まあこれ以上前にはいけないよね。これでいきましょう。さあ注目の1ターン目、敵の動き。
ハンター突っ込んでくるか、ハンターとファルコ。要はポイント狙いは、注目は空軍ですね。ユニカンは何今、あ、バイク便狙われた。これ全滅するのか、バイク便。おお、生き残った貴重なバイク便が。でもまあもはやバイク便もおとりになってるけどね。あ、来た、ハルコ来た。ジャビ、うそー、それはきつい。全滅ってひどい。それは想定外。一機ぐらい残ってくれよ。恐るべしだね。パーフェクトゲームされるか、そこで。さあ、ハンターが突っ込んできて、敵も工場からたんまりと出てくるよね。ペリカン便に何を乗せる。おお、大砲来たか。大砲来たね。そしてバイソンで、さらにジャビーで、これ順番に行くのかな。むしろコンピューターが出撃する順番に格納されてる感じだ。いや、ジャビーは痛かったね。ここどうするか。まあファルコで行くよね。ファルコを倒すよね。どうしようかな。先にまずホークアイで無条件に撃つか。あ、こっちかな。撃て、いけホークアイ。まあまあまあですね。こっちはこっちでね。お、来たな。ナスホルンの間接攻撃から入るよね。まず楽しいな。 SF シミュレーション、 SF もシミュレーションも大好き。ドレイパーはよく生き残ってくれたね。退却だね。あ、退却する前に戦おうか。ハンター残り3体なんだよね。シーカーでいけるかな。あ、ミスったー。操作ミス1個しました。ペリカンに何も乗ってない。最悪だ。くわー、これは痛い。ミスが起きました。しょうがねえな。モノキュロスじゃ乗せるか。まいったな。これはミスだね。ミスを帳消しにするように長距離に行くか。このターンでね、降ろせないっていう。どうしようか。まずこのこいつ、ファルコは対地攻撃が全くできないので、このシーカーでこう攻撃しようか。どれくらい有効か。守備力もそんなにないんだよね、ファルコ。まずまずで、これでとどめを刺す。対空攻撃がホークアイとシーカーが待ち構えてます。これね、射程5でしょ。1、2、3、4、5、ここだったら大丈夫だと思うんだよね。次の空軍がジャビーだけか。よし、これでとどめを。包囲、包囲効果976。これはいくでしょ、間違いないだろ。一体やられた。よし、でここをね、なんとか空軍でここを抑えたいんだよね、この穴をね。そのためには陸軍の支援もいるけどね。ファルコがもう一体いますが、ジャビー、まずこのシーカーでこいつ倒すか。ちょっと陸上の支援が不足してるよな。
よし倒した。しかもノーミスで、ドレイパーは支援効果を終えて戻ります。さあここだ。問題はホークアイか。ホークアイのとこまでは届かない。あ、これホークアイ、あー、ここシーカーにやられるのか。くー、どうするかな。リスクあるよねこれ。でもここ勝負に行かないと、ここに詰められたらね。あ、バイクビンも来るぞ。もうとりあえずペリカン下ろしちゃえ。あ、ペリカン撃たれんのかここで。うわー、命がけのあれかミッションかこれ。パイソン一体ではきついなこれ。でもここは勝負に行くときか、全軍で突っ込んでペリカン支援かな。本来これがミスしてなければもう一個戦車をね下ろせたのに、もう最悪だ。一個のミスが命取りだねこれ本当に。できればペリカンも生き残りたいけど、そういうわけにはいかないか。ペリカン死んでもいいか。そうしよう、入り口を止めてペリカン命がけで降ろします。ここでいいか。ここに降ろす、安全な場所へできるだけ。でペリカンさらにこっちに行って、あ、これハンターにやられるのかこの位置だと。こいつ、いやでも突撃しよう、行こう。どうしよう、先にジャビ行く。ジャビ行くか。あ、ハンターには勝てないのかジャビは。こっち行くか。ちょっと待って、あー間違ったー、操作ミスもう何してる。いや、あの移動もキャンセルしようと思ったら、もう移動してしまったらキャンセルできないんだね。勉強になりました。くそー、もう文句すっこめ。全軍突撃。おお、ムンクスが支援効果で攻撃力500、すごいね。支援効果半端ないですこのゲーム。ファルコ、ここはもうこうだよね、ここだよね。シーカーにやられちゃうけどね。決めろ、ファルコ。ファルコが負けるっておかしいじゃんなんだそれって感じだな。やられたな。さあ、あとは戦車部隊か。山嵐をちょっとなんか使うイメージが湧かないな。この車両はできればに戻ってきたペリカンにもう一回乗せたいけどね。まあまあ全軍地雷も持っていこう。まあ戦いにミスはつきものだ、忘れよう。行くぞ。さあ敵の、やはりこのターンも空軍が気になるね。あのペリカンちょっと遅れてるね。あー、ムンクスを狙ってきた。それはまあありがたい。全然もうもはや工場を占領してしまえば、この辺のムンクスはもうあんまり関係ない。敵全滅で勝つつもりだからね。きたー。さあこれ一体でも生き残ればいいですよ。どうだ、よし、これで工場占領できたんじゃないの。ホークアイにジャビーが撃たれる、これも想定内。でもゼロにはなるなよ。うわー強烈ー。あ、ペリカンが狙われている。
いろんなところでそれぞれが戦っている。ペリカン命が、うわー、ペリカン全滅、全くの無抵抗だね、ペリカン。うわ、ムンクスもやられた、マジかー、これは想定外だ、作戦失敗だ。おお、生き残った、ラッキーだ。これは本当に運でしかないね、これ。助かったやばいやばい。でもバイク便が来るとこれもう一回工場占領し直されてしまうぞ。どんどん来てるからね、ペリカンが。いや、これ予断を許さない。工場を取った方が勝ちですからね。現在戦力は互角、工場を占領した方が勝つ、このマップ。なんて運の良さ。生き残ったムンクス、これはでかい。ただ出撃がしづらい。まずはシーカーがいきます。こいつを倒す。よし、これ届かないよね。目いっぱい前に行こう。ホークアイは届かない。こいつを倒したいけど、まずジャビー、よく生き残った、戻れ。どこに置く？難しいな。最前線置くか。この空軍はほぼいないもんね。こいつだけか。ハルコも死にかけております。やべえな、あのハンター倒す、こいつか。裏に回れるね。やられても突撃、出撃は誰を出撃されればいい、させばいい。まあ守備のまずアルマジロかな。アルマジロ、ここにやって、支援をもらってからのファルコ行きます。もうこれも命がけだ。ファルコ、敵の空軍を全て破壊すればかなり有利になる。いやー、素晴らしい、来たー。ここでこっちに来ました。これで敵の空軍は壊滅ということで、どうする？ペリカン行くか。その前に、ま、ここか。ホークアイ、お疲れだねホークアイ、お役ごめん。シーカーでこう行けるかな。あ、走行結構熱いな。全然ダメだこりゃ。オークワイは熱いんだ。まあまあ車両系だから。これファルコどうしようかな。ここ後ろにするか。ペリカンが1個やられちゃったのかな、大きいよな。ハイソン、敵がどんどん来るよこれ。車両系、地上部隊が足りてない。邪魔だこいつ、邪魔。ムンクスは退却でいいか。地雷、どうしようかな。ここにもう思いっきり置くか。ど真ん中に置いてやるか。
置いてやれ最前線に。こう怖い、なんか頭数になるだろう。前行こう。で、ブリズリー、いや、ユニット数圧倒的。そらもう工場取ったらね。地雷はまだ置かない。バイク便復活か。バイク便で、あと何を出撃させる。強い車両系だね。まずはスラッガー、外地軍の中戦車ね。モンスターね。モンスター守備力高いのどんどん出していこうか。ペリカン出して後方から持ってくるっていう手もあるけど、ジャビーがいるね。こっちやって、ジャビー行くか。活躍してくれるだろう、ジャビー。よし行こう。勝利は目前だ。あの大砲打ち込みたいな。あ、しまった。ジャビー、フォークアイまだいんの。ああ、また工場に逆戻りだ。さあ、威力の高いアルマジロなら耐えてくれる。よしよしよし。まあ対空戦闘機ももうお役御免だからね。倒すやついないから。あら、まあ、ペリカンそんなとこ、うわー、あんなとこに砲台置かれた。最悪だ。いいとこあるね。あそこ砲台置き場なんだ。なるほどね。あれは結構だいぶめんどくさいぞ。ジャビーしか行けないぞこれ。ここモノケロスやっべー、嫌なとこに置いたな。やるじゃないか。これ回復せずにもうどんどん行こう。後ろが詰まってしまうから。アルマジロ、よし。ファルコがね、これジャビ、あ、ジャビ行くしかないな。これダメージ受けてるけど、行けジャビ。モノケロスを倒せ。よし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 、オッケー。もうちょっとで倒せるぞ。さあ前線から。前後ろが詰まってる。撃て。OK。 こっちにもモノケロスあるからおびき寄せてもいいよねこれ。で挟み撃ちにする、北と。うん、どうしよう。まずはこのモノケロ、敵のモノケロスをやっつけとこうか。撃ちます。なんでー、当たらんねー、ショックだ。まだいたっけここに。あー、戦闘機ね。どうしようかな。ペリカンで、ペリカンももうお役ごめんって感じだね。ムークス乗せて回復させるか。いや、バイク便を乗せてあれだね、一気に敵の後ろに回るっていう、それで使うか。バイク便とペリカン最強の占領コンボだね。ホークアイはもう壁役に使いましょう。買い捨てでごめんね、フォークアイ。ハルコはね、ハルコも壁役に使っても、あ、戻れなくなる、戻れなくなってる。撃つか、ナソル撃て。あ、地形 30% か。こっちにするか。
っちにしよう。どうだ、半分ぐらいいけるか。うーん、もう1車両ぐらい倒してほしかった。モンスター、どっちにしようかな。敵のモンスター先に倒すか、いや地形行こうかな。弱いところを先に叩こうか。微妙。さらにグリズリー、あ、スラッガーとどっちの、グリズリーの方が強いか。グリズリー、どんどん出てきますよ。あ、ラビットもいるのね。スラッガー、ラビット、地上系をたっぷり。これきついな、ファルコ逃げ場がない。やることないファルコ。まあここで待機したらあれか、シーカーにやられる。いや大丈夫だな。あ、ホークアイにはやられるのは嫌だな。参ったな。この辺に逃げとくか結構後で使えるぞ、支援効果で。これここ行くか。あ、やりすぎた。大砲が大砲の守備いなくなっちゃったよ。参ったな、やりすぎた。ちょっと調子乗ってましたね。お、音楽かかったぞ。あ、まだいけるか。パイソンとかもいるし。オッケーオッケー、ゴズメがいた。ドーン、めちゃくちゃいる。全然いける。どんどん行こう。で、これ輸送乗ってます。ブーツはもう帰ろうか。やっぱりこう遅きに失してるね、この地雷は。うん。で、さらに戦闘機がいますと。ジャビーがね、投入できる。はい、終了。楽勝モードが漂ってきました。圧倒的。まあ、全ては工場を占領するからのポイントだよね。ペリカン便逃げてった。このケロス撃つけど、まあ威力はないよね。大したことはない。大丈夫大丈夫、次のターンで終わらせてやる。あ、すごい、これは痛い。ダメージ受けても経験値は入るんだよね。パイソンが攻撃してきた。単発攻撃なら耐えれる耐えれる。北の部隊と合流すればね、勝てますよ。戦力差は圧倒的。よく耐えたシーカー。ただ大量が断たれたな、これシーカーね。戦ってきたな。アルマジロの守備力舐めるんじゃねえ。アルマジロ一番最初に出して正解でしたね。よく耐えてくれてる。あのペリカンを撃ち落とす仕事もあるな空軍のね。あ、地雷をあんなとこに置いた。さあ、まずこのモノケロスやっつけようか。ジャビーで、あ、乗ってるんだね。こいつ撃ち落とさないと負けるじゃないか司令部取られちゃうよ、このペリカンで。一瞬気を抜けばやられるね。オッケー、止めさせました。で、ジャビーでこいつを倒す。とどめだ。オッケー。で、さらにジャビー。どうしよう、この後方のやつ。どうでしょう。
ナスフォルムを攻撃。いまいち。ムンクス戻れ、お疲れ。さあ、そして関節攻撃いこうか。モノケロース。バイソンとシーカー。バイソンからいこうか。新攻撃発射。ズドン。ボーン。決まりました。素晴らしい。さらにナスホルンも新攻撃発射。5秒前、4321、ゼロゾーン。さらにグリズリーがやっと到着。みんな待たせたな。満を持してグリズリー、なんで仕事しろグリズリー。地雷置くか。いや、置くタイミングじゃないな、これ。地雷いらないな。ペリカンを、ちょっと、後ろに行かせたいよね。ここか、ペリカン。ペリカン行け！シーカー、シーカーでシーカーだな。全軍突撃だ！ノリノリの音楽ですからね。30分経過か。はい、ということで次回も勝ちきれるでしょう。今回ここで区切りたいと思います。中途半端。それではまた、さよなら。